いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今日は何をするかというとコペ洗います。そんな感じで、今年も早いもんでもう12月ということで、私が今年1年で買った工具とか道具とか使ったもので、私が本当にこれも良かったなっていうのを紹介したいと思います。それは何かというと、このリバティさんが今年出したマジックシャンプー、これめっちゃ撥水がすごいです。それとね、ほのかな香りするのがめっちゃ私は気に入りました。それで今年1年で、私が買った使った中で一番のベストヒットはこのリバティさんのマジックシャンプーさせていただきます。それで本当にこれね、いいって思ったのは、今まで一切ワックスかけてなかった、前回のミニの動画見ていただいたら分かると思うんですけど、本当に10年以上放置していた車、それにこれでいきなり、洗ったら本当にこうなんていうんですかね、ワックスかけたみたいに肌触りがよく、それと撥水がめちゃくちゃ良かったです。それで、もし何だったら前の動画もご覧ください。こんな感じで今日は最後にまたこちらで、リバーティーウォークコペGTK を磨いていきたいと思います。これ本当に良かったので、ほんま動画ご覧ください。この撥水効果、シャンプーでここまでできるとは本当に私は驚きました。それで、これ大体10倍から20倍、に薄めますので、こちらに入れていきたいと思います。よいしょ。このね、またね、動画ではちょっと伝わらないんですけど、このほのかな香り、ミントの香りこれちょっとごめんなさい、55歳のおっちゃん、音の音違う、匂いの説明下手です、ごめんなさい。こんな感じで、とりあえず10倍から20倍に薄めるということだったんで、これを適当に入れます。いつもの適当です。それで、あらかじめね、バケツにも水入れてあったので、ちょっとバケツに水入れてあったので、こちら入れたいと思います。はい、泡立ちも抜群ということで、それで今から洗車していきたいと思います。これあくまでも私の塗装の洗車のやり方なんで、もしこんなの違うよっていう人は真似しないでください。こんな感じで、あとは流すだけ。この撥水、すごくないですか、これ。
はい、こんな感じで拭き取りめっちゃ簡単です。はい、動画最後までご覧いただきありがとうございます。今日紹介したのは、紹介したっていうか、まあ私の今年1年使った中の工具とか道具とか、まあカーライフの中で一番良かったものを紹介しました。今年ももう12月ということで、もう残りわずかになってきました。それで私ももうすぐ56歳になっちゃいます。というわけで、今日、使ったのはこのリバーティーウォークのマジックシャンプー。もう これはもう今年の一押しです。私のこの撥水効果、さっき見ていただいたと思うんですけど、本当に水圧をきつくしてビャーっと流したらある程度水は流れるんですけど、今回あえて水圧を緩く緩くして流してみました。それでもあれだけの撥水効果が ありましたので、ちなみにこの車はワックスはこれ1年っていうか、このリバティのこのキットをつけてから1回もワックスかけてません。そのワックスかけてないこの車で、実証しました。そんな感じで、私の1年間の一押しはこちらのリバティウォークのマジックシャンプーでした。こんな感じで何がいいかというと、撥水効果はいいので後の拭き取りがめっちゃ早いです。そんな感じでなんかこうん、これを捨てる時もなんかほのかな香りするし、めっちゃ今年の一番のお気に入りでした。こんな感じで、もし、リバティの社員さん社長見てましたら、いいねよろしくとかやって、あんまり言ったらやらせになっちゃいますので、本当に私今年1年リバーティーウォーク大好きなおっちゃんで、こんな感じで、今年1年の本当に良かったのはこのリバーティーのマジックシャンプーナンバーワンでした。こんな感じで、また来年も1年間でいろんな工具とか道具とか、まあこういう風な用品も買っていくと思うんですけど、その中でまた来年は来年で、一番私の中で一番の商品を作っていきたいと思います。こんな感じで今日も動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。一日一本頑張って持ち上げてますので、もしよろしければいいねとか高評価よろしくお願いします。それとチャンネル登録の方もしていただければ幸いでございます。というわけでまた次の動画でお会いできれば幸いです。ありがとうございました。さようなら。